ちゃん君はヒーターの前でこんなに可愛く寝ています。さて、今日はですね、日曜日で、今日と明日は10度くらい、11度とかですね、の、まあ寒いという感じでしょうか。火曜日からあったかくなるんですってよ。15度、16度って上がるそうです。ですんで、冬はあと2日。もう冬っていう感じでもないよね。いよいよ来週は春だよ。じゃんくん。いただき物です。このようなものが届きました。どっから開けるの？わかんない。あ、本当だ。活性オゾン空気清浄機。って書いてあるよ。ああ、活コンセントに性ピッオと入れるゾン。だけ。手の大きさよりそ小さい、こんな小んさいやつですね。な、ねえ、そんな小さいのあるんだね。ちょっと喉の調子が悪いっていうのがね、トイレ砂が粉々しているのが飛散しているからじゃないか、ほらね、っていう、ことで、これが届きました。なんか気ぃ使わせてすいません。なんでだろうね。私は平気うん、なのはなんでだろうなんだね。ろうね。はい、ありがとうございます。ちょっとこれ使ってみたら治っちゃったりしてね。なんていうすの？ごいね。こんなちっちゃいの初めて見多分、どっかた。のフィルターをここの。変えるとかなんかそんななんだろうね。はい、どうもありがとうございます。ちょっと聞きづらくてすいません。空気をきれいにしています。さらに寝るときにこのマスクをつけて寝ます。まあ喉大変。